お前言うの、お前が言うかの、えー、コーナー勝手に作りました、今。えー、とですね、お前が言うかおいっていうですね、あの案件が2つあの発生いたしました。それはですね、えー、我が国の,あの教育を担当する文部科学大臣の、の萩生田さんですね。萩生田さんがですね、感染者責めないで、文部科学省いじめや誹謗中傷に声明ということで、こう、あげました。はい。 で、実はですね、これ8月25日16時30分のニュースなんですけども、同時期にです、そのね、1個、1日前にですね、えーうん、感染者への中小差別に対応政府、えー、来週にも初会合、弁護士や知事らと一緒に、これ西村経済大臣が、うん、こう言い出しましてですね、で、これ、あのもう何もかも、 よくわかんないっす。なんでかっていうとですね、コロナ対策見てる限りですね、あなたたち差別助長してきた側ですよねっていう、うん、あの、ことが一つ。ね、ねそこがまず突っ込みどころその1なんですけども、うん、実際今大変な問題になっています。あの、学校の部活でね、うん、クラスターが出たところに、うん、え部活クラスターに誹謗中傷のある自主警察はこんなにやばいということで、うん、あの、もう日本から出ていけとかね、学校潰せとかね、<laughs> あのなでも日本から出ていけって、なんかいつから出始めたこのアホなフレーズなのか私にはわからないんですけども、ええー、これですね、あの、こういうのがこう来てるわけですよね。で、こういうふうに来ているのが果たしてこの人たちに守れるのかなと。萩生田、あのね、あの、だって学校に来てるわけだから、萩生田文部科学大臣がこれを守れるのかというとですね、私はこれでは守れないんじゃないかなというふうに思いますが、うんうん これだけではなくてですね、実は、うん、あのこれ、えー、急にね、あのうん、西村大臣とかね、萩生田大臣が一昨日と昨日ね、うん、言い出したでしょ。これもう一つ、うん、実は自民党が進めている大きな あの、流れの政策に関連している発言だと私は思いまして、これについてちょっとコンさんと話をしていければなというふうに思います。なんでね、コンさんと話をしていきたいかなっていうふうに思ったかっていうと、コンさん、日本一見に来る親の手紙っていう、まあ、子供に関してずっと取材を続けられているわけですよ。子供を守るためにはこうした方がやらした方がいいっていうのを子供、実際の子供にね、現場に当たられている発言をされているし、取材もされてきた。これすごいことなんですよ。実は少ないんですよ。 あの、じゃあ萩、萩生今回ね、萩生田、あの、文部科学大臣がですね、えー、感染者を責めないでくださいと。うんたらかんたら、どうのこうのと、朝日新聞に記事が出ましたよね。まず、萩生田文部科学大臣がですね、今さんのように、実際に誹謗中傷されている児童生徒をですね、うん、あの、話を直接聞いた。困ってる人の。うんうん、これ、まずないでしょう。 ね、これを報道している朝日新聞、うん、いや、朝日新聞はもう日本一の新聞社ですから、うん、きちんと取材という基本はですね、うん、一時情報に当たることであり、うん、え当然、こういう記事を書くときは、子どもたちの,あの,、ね、あの意見を聞いていますと、うん、残念ながらですね、朝日新聞もそういうことがないことがほとんどです。うんはい、次に、ねあの、じゃあね、えー、官僚たち。 うん、これも、どちらかというとですね、いじめとか誹謗中傷に,に耐え抜く根性があるような人たちが出世しますから、あの、まあ、ないです。つまり、うん、実際の話を聞いてない人たちがね、あの、こういうことを言い出してることの歪さなどを、うん、あの、実際の話を聞いているコンさんと一緒に語っていきたいなというふうに思っています。コンさん、よろしくお願いします。うん、はい、お願いします。もう本当、おゆう案件です。うん、おまゆ、うん、ね、本当に。 いやーもう、あの、おまゆうっていうのは、まあ、あの、ネットスラングですよね、これおそらく。うん、はい。あの、お前が嫌な,な、<laughs> の、のやつであって、うん、あの、ご高齢の方とかね、あの、ちょっとネットスラングに慣れていない、あの、大変、えー、 なんて言ったりかな穏やかな文化の中に育った人々 <laughs> <laughs> にはですねあの、馴染みがないあの言葉だと思って解説を入れさせていただきました。うん、おまゆっていう日本語があるんですよと、うん、いうことで、はいえー、どう思いますか、これキ、キモいんですけど、私、単純に。まあ、でもさ、なんだろう、優等生的発言だよね、うん、あの言葉尻取ったところで、うん、さあのなんて言うんだろう、うん、<laughs> 学校の先生がさ、うん ね、例えば、えー、放課後になったら、あのー、順番通りに掃除するのよ分かりましたかっていうぐらいの、うんあのー、ものの言い方で、うん、結局、正しいかもしれないけれど、うん、じゃ先生、掃除しないじゃんみたいな <laughs> そうやで、本当に、うん、先生こう、職員室行っちゃうじゃんみたいな<ー>、うん、要するに、あのー、言ってることは一見正しいんだけれども、うん いやお前何もしてへんやん、うん、いやむしろ GoTo キャンペーンとかで、お前、あれじゃん、<laughs> あの規制をなんとかあのしないでって自治体が言っても、GoTo って言って、うんね、旅行代理店はうるに,ぎに,ぎやかにぎやかしてるわけやんかと。ね、あちなみに、こんさんがお住まいの千葉県の、おこんさん、館山じゃないんですけど、も、えーうん、GoTo 使った館山でクラスター発生しました。 つまりあの、クラスター発生をさせてる側が、うん、いやいやいや、感染者にあの偏見持たないでってお前がさせとるやん、<laughs> そお前が感染させとるやん、<ー>しかも責任者やん、うん、みたいなね、だから結局、ななんていうのかな自分がやってることの意味がわからなくて、うんね、でいざ差別があったらあの差別しないでって言うわけだけど、うん、でもちろん自粛警察がいいわけないわけだけどね。うん でただし、感染を導いた責任は誰があるのって言ったら、うん、僕じゃありませんって言えない立場だよ、いや、そうだよ、この人たち、木村経済大臣だろうが、うんあの、文科省の大臣だろうがさ、ね、だから、自分のが何の責任者か分か分ってないよね、うん、<laughs> だからま、まずこの人たちが言うことは、ね、うん、あの感染者ね、責めてはいけませんというふうにね、うんあの、ちょっとコメントをですね読んでみるとですよ。 果たしてこの人たちは誤ったのかということですよね、うん、責任者として。うん、そう、えー。まず萩生田さんの話をですね、うん、ちょっと見てみると、うんー、感染した人が悪いのではありません。早く治るよう励ましても、治して戻ってきたときに温かく迎えてほしいと述べた。医療従事者や社会活動を支える人たちへの敬意や感謝も伝えてほしいと求めた。 うん、自分が差別を行えないだけではなく、身の回りに差別をつなげる発言や行動があったときは同調せず、そんなことをやめようと、声を上げて、と促している。うん。お前言う。まずですね、何を言いたいかっていうとですね、うんえー、この萩生田さんなんですが、うん、まず第一声はですね、うん、ね、えー、この文部科学省の大臣としてはですね、ごめんなさいだろうと。うん。ね。なんで謝りがないのと。 まず文部科学省、だって、あなた大臣ですよねと、文部科学省の教育の結果、自粛警察を生んだんじゃないんですか本当だよもっと言うならばね、学校でクラスター感染が起きたら、それは管轄は文部科学省であり、大臣なんだよだから、俺のいわば庭で、なんていうか、クラスター感染が起きてしまったってことは、俺の仕事が甘かったってことじゃないですか。 だから最初に謝るべきはまずそこなんだよね、うん、自分が大臣でいながら、学校現場でクラスター感染を起こさせてしまったと、うんね、国民のあ皆さん、申し訳ありません、まずこれが第一声のはずだよね。俺は関係なくて、当時、あのクラスター感染させた学校があ,るあ,あってさで、そこでなんか偏見があってね、そんなことやめたほうがいいよね、いやいやお前が、<laughs> お前が管轄してる、お前の庭だよ、学校っていうのはさ、あって。 だから責任感がないと、別期論の優等生になっちゃうんだよ、ね、恐ろしいんだよ、だからいや,、ね、いやー、怖い、怖い、怖い、あまりにも責任がないあの大臣、まあ萩生田、萩生田さんに僕はもう大臣の器でもなんでもないと思うけどね、<う>あの人は、はっきり言って、ーニーズがないね獣医学部の大学作っちゃうような人だからね。まあね、あの安倍晋三さんのお友達だから仕方ないみたいな。そそうう だから、そんなね自分をねこう見つめることがないような人が大臣やってんだからねもう優等生的発言しか出てこないんだと。優等生っていうのはねあの自分より上の人をね疑ったりしないんだよ、<う>簡単に言うと、うん、言われた通りや,やって褒められたいのよそれが優等生ってものなんだよ。 だからもう、だから優等生ってかわいそうだなって僕なんか思うわけだけども、うん <laughs> ね、だってそれ、そういうふうにさ、上の顔ばっかりさ、うか,うかがってる人って、痛々しい人だよ、簡単に言うと。そういう人が日本の教育のトップであると、そ<う>本当に痛々しいのは国民でも痛いのは国民で、も痛々しいのは大臣で、痛いのは国民です。そうです、痛々しい大臣を奉ると、ね、国民が痛くなるだけです、うん、だから、これね、メディアも突っ込んでないんですよね。 そうだよね、だめだよね、ね誹謗中傷差別だめだよね、うんうんうんって言ってね、いやだちょっと待てと、私、メディアに言いたいことは、でいや、若者が感染広げてるとかね、あとさ、フィリピンパブとかでクラスター発生したらさ、頼まれてもいないのに、店名出すでしょ、その上観光庁に守られている GoTo キャンペーンに関しては、 あのあんまり名前出さないってさ、これ、差別やん、どう考えても。ね、強いものには巻かれて、<え>長いものにも巻かれて、ねとりあえず全部巻かれておくて <laughs> 全部巻かれて、巻かれて、うんうん、だめですよねってね、こもう、もううん、意味不明、こうだからマスコミもだめ、<laughs> 本当に。だから、でもさ、こういう毒のね、一見、毒がなさそうなニュースを、うん、そうだよね、だめだよね、うんうんって聞き流しているとですよ。うん、ね その毒に気づかなくなっちゃうんで。そうなのよ。これ恐ろしいことですよ。そう。そう。だから本当はね、せん、あの記者会見をそのまま載せるのがさ。ジャーナリズムでも何でもないわけよ。簡単に言うと。もうそれでいいなら、それ政府広報でいいわけじゃん。いや、本当だよ。俺でもできるわ。小学生でもできるわ。小学生でもできるよ。そんなの、頭中継すればいいだけ。本当で。ボタン押しといてくださいだけでいいんだから。 あのね、だかそこ,こで学ぶべきはジャーナリズムっていうのは事実を伝えるのはその通りなんだけど、うん、事実をそのまま伝えましょうっていうそのままの意味,意味はね、うん、政府の思惑通り理ではないわけよ。うん、要するに読,読者っていうさ社,会社会っていうのは多様性のある公益性の高い、うんえー、価値のあるものを読みたい人たちなわけですよ、うん、だから政府の言い分をうのみにしてそのまま報道するのは、うん、事実報道ではなくて政府広報なのね。うん うん、でじゃあ、どうしたらいいのってったら、先ほど言ったように、本来、文科大臣って何をする責任者なのかって考えたら、ね、そ差別いけないのは決まってっけどさ、うんと、萩生田さんよ、とあんたの庭で起きたってことだよ、うん、クラスター感染が、うん、と、なぜかというと、あなたは学校をすべて取り仕切る大臣なんだよとそうだよ、すごい権力者ですよ、すごい権力者なのよな、なのに、なんか自分はそのクラスター感染には関係ないわみたいな形で。<laughs> 偏見はやめてねだけをさ突っ込んでるって言ったらおいおいって突っ込まなきゃいけないのが新聞とかテレビなわけなわけよ。なぜ突っ込まないの昨日、僕たまたま宇賀屋さんとねお茶しててさ宇賀屋さんがぼやいてたけどさ安倍が2回も入院してんのに何の病気かってどうして取り巻きの記者は聞かないんだろうねって。ねだか持病の潰瘍性大腸炎だっけ 言ってたけどさ、いや、そのチェックに7時間もかかるわけないわけだよ。そそうですだって、安倍さんは中学生の頃から悩んでるわけですから、持病はね、だからなんでそれに時間半もかけんのってこそうそう、で、しかも2回も入院してるわけでさ、だからやっぱり何か疑ってかかるべきだし、具体的な病名と検査ね、検査、入院じゃなくて検査でもさ。 あのなんだろう、そんなにかかったらなら、うん、もしかしてがんですかとか聞いちゃえばいいじゃん、うん、別に。うん、なんていうかな、要するに、公人だからこそ聞くべきなんだよ。いや、それそうですよ。民間人の個別人、個人情報として、例えば街歩いてる人に、あなたがんですかって聞れはこれはおかしい、<laughs> おかしいこれはおかしいんだけど、<laughs> やめた方がいいそれは公人であるところの、うん、政政総理大臣ならば、僕らが主権者、僕らのほうが国民主権で強いんだよ、うん、主権者だから、うん、だから。 僕らが税金払って、あんたの政策評価をするわけだから、うんね、総理大臣、あなた今、率直に言ってください、癌、うんですか、ステージいくつですかって、うんあの、芸能人以上に突っ込めばいいのに、誰一人聞かないの、うんうん、おかしいよねってまあこれはね、あのー、理由は簡単で、もう知ってるんですよ、政治委員の記者たちは。うんうね、で、今ねあの月、8月28日に総理が記者会見をすると。 これからのコロナウイルス対策と、自分の健康について話をするというふうに言っているので、もう知ってるんですよ、うん、そんなのは。なるほど、なるほど。まあ今日ね、あのあまあ、今ね、あの悪い顔してるな俺、俺 <laughs> <laughs>、ね。萩生田さんのね話がね、うん、おかしいよねっていう話をね、うん、まあしたんですけども、うん、まあでもねあの、最初にも言った通り、これはですね自民政府がね進めているとある一つの問題。うん と、絡んでいるんですよね。で、それが、あの、何かというと、答えは CM の後、ということで、CM は何かというとですね、はい、日本一見にくい親の手紙、え、ご、ごずりごずりまで行きました。ぜひ、買ってねー。買ったねー。やっと Amazon 補填したよー。おー、素晴らしい。はい、すぐ売れちゃうぞーっていうことで。すぐ売れちゃうぞー。よろしくお願いします。この番組は、ひとつき万冊の提供でお送りいたします。はいます。 えそれでですね何かというと、ですね1つヒント、うん、うん、高市早苗という名前をあの出して、ですねちょっと番組を進めていきたいというふうに思うんですが、そのヒントをちょっと頭に入れておいてください。次にですね似たようなおまゆ案件のですねえ人がですねあの1人いて、ですねえこの西村康稔経済再生担当大臣。 うん、この人、コロナ担当大臣みたいな感じで,です、ね、でもう毎日のように記者会見されてるんですよ、安倍さんより全然,よ全然出てる、全然出てる、うん、でそれで、えー、とりあえず、あーのー感染者への中傷、差別、対応してください、あのー、やめましょうねと、私たちが戦うべきはウイルスであって。 人ではありませんとかってね、あの、一つ言ってました。うん。ね。なるほど。うん。それって、あのー、私たちが戦うべきは、あの、恐怖、うんたらかんたとか、ルーズベルとかなんか忘れたけど、トルのかなんか言ってたあの演説のパクリなんじゃないかと私は思いましたけども。<laughs> あの、まあ、これ言っとるわけですわ。<laughs> うん。で、西村さんも。で、この西村さんはですね、あのー、うん、萩生田さん以上の、うん。えー、このいい子ちゃんでございます。うん。だって、萩生田さんはですね、早稲田の頃、まあ、やんちゃしてましたからね。 あの、早稲田実業の頃に。うんね、で、それで、えっと、大学は早稲田じゃなくて、法制かどっか行ってたはず。明治じゃないあ、明治か。あ、言ってましたね。うん、で、西村さん確か東大なんで、うんえー、バリバリでございます。バリバリのいい子ちゃん。うん。いい子ちゃん感が増しますね。 そうね顔見りゃわかるけどね、もう顔見りゃわかるな、萩生田さんってまだね、やんちゃ残ってるよね、早稲田実業で、なんかあの朝鮮の人たちと、なんか殴り合いの結んしたとかっていうとかある感じを思い起こさせる、やんちゃ感んがありますけど、やんちゃ感んあるよね西村さんになると、ですねこのやんちゃかん消えますね、うんああののねだからあの萩生田さんは暴力で支配し、あの西村さんは権力で支配するっていうことなんでそういうタイプね。 そうそう、優等生は権力で支配したがるわけ。え暴力ダメ、ね、危,危険とか言いながら、その暴力を動かす側の権力を使うっていうね、恐ろしい人たちなんですよ。まだ暴力の方がマシですよ、うん、僕からすれば、うん。わかりやすいもんね。だって、うん だって、暴力を操れる権力っていうのがさ、その陸上自衛隊とか海上自衛隊とか、そういう自衛隊の下記まで使えるっていうのが権力だからね。怖いわ。うん、恐ろしいわ、本当にもう。いや、これね、あの、以前からね、強い問題意識を持っていると、西村さん、コメントをしてるんですよ。うん、ね。うん、で、うんえー、以前から強い問題意識を持っていると、法務省、警察庁をはじめ、幅広く関係庁、各庁省とも連携して、具体的な施策を検討していきたいというふうに述べて、うんうん 今週、うん、まあ、この秋にできるだけ早期に中間取りまとめを行うと。うん。こう言っています。うん。はい。え、これですね。うん。でも、まあ、なんでこんなこと言う必要あるんだろうって、ちょっと考えてみてください。うん。文部科学大臣と、あの、経済再生担当大臣がですね、うん、わざわざですね、誹謗中傷良くないいじめ、差別、やめようコロナの差別良くない誹謗中傷、やめようね。 しかもこれは匿名の誹謗中傷のことを言ってるわけですよ。うん、ね。うん、おや、ちょっと匂ってきましたね。ちょっとさっき私が言ったのは高市さなえ。ちなみに高市さなさんっていう人を知らないっていう、えー、人向けにですね、あのちょっと話をしておくとですね、うん、高市さなさんっていうのはですね、総務大臣なんですよ。うんね、来たぞ、来たぞ。来たぞ、来たぞ、来たぞ。はい、高市さ苗さん総務大臣でございます。うん、ね、えー、この 高市早苗さん総務大臣。うん、じゃ総務大臣は何を管轄するところでしょうか。ね、これはですね、インターネットとかの通信関係。で、西村さんとか萩生田さんが突然、なんか、あの、まるで人権意識に目覚めたかのようにですね、<laughs> あの、いや、気持ちよくない、気持ちよくない、気持ちよくないってこう言い出しました。うん。なんだ、なんだと。来たぞ、来たぞ。はい それは答えはですね、実は、うん、あの総務省、4月ぐらいから、これ、私、ずーっとチェックしてることなんですけども、うん、発信者情報開示請求の分科会か、うん、あのを立ち上げているんですね、簡単に言うと、匿名でコメントしてるでしょ、ユーチューブとかで、ばれないと思ってるでしょ、これ、全部わかるんですよ。ね、で,でも今、手続きが大変なんです。でこれ、私ね、名誉毀損とかで、刑事のやつで立件したこともあるので、知ってます。 うん、なので、実は警察も困ってるんですよ、これ、うん、警察も誹謗中傷をね、あのまあ、刑事さんが言ってたんですけど、いや、それねあの、警察だったら何でもできると思ってるでしょうと、うん、結構これ、大変なんだよと、うん、言っています。だからか、日本の法制度っていうのは、うん、この匿名の誹謗中傷に法律が追いついてないんです、だからこんなに野放しなの。ねうん、で、えー、4月ぐらいからですね、総務省はですね、うん あの、高市さなえさんがですね、こう、率先的に動いて、誹謗中傷を簡単に分かるように法改正をしようと。うん。動き出しています。うん、ああ、もう臭い臭い。もうこの辺りで臭くなってきた、だいぶ。もう臭いね。臭いね。うん、これどういうことかというと、うん、答えは CM の後。おはい。またせる、えー。日本一憎い親の手紙。はい。ごっそり、増刷決定ということで、ぜひ買ってね <laughs>、はい。チャンネル登録といいね。よろしくお願いいたします。この番組はひとつき万札の提供でお送りいたしました。<laughs> はい、あということでですね、じゃあ4月思い出してみてください。うん、緊急事態宣言ですよね。うん、はい。で、当然今政権を取っている、安倍晋三さん率いる自民党、支持率はどうなりましたか、うんうん、下がりましたよね。うん、で、さらに言うと、検察庁法改正に抗議します、うん、こういうツイッターのムーブメントで、あの、黒川検事長がですね、うん、ペッて得られたりとかしてですね、うん、なんとですね、 これ連動しています、うん、あのどういうことかっていうと、今までね、安倍政権っていうのはです、ねねあの、ネット右翼、ネット右翼ですよ、うんで、そういうネットの声に支えられてたんですよ、味方だった、うんうんまあ。まあ、金出してね、工作してたわけだ、ねねね、あのでも残念ながら、<laughs> うんうん、聞かんと、うん、あいつは頼りにならんと、脅せばいいんじゃね うん、ってこうなったわけですよ、簡単に言うと。で、だから安倍政権がね、いや、今まで誹謗中傷ですっごいね、いろんなひどい目に遭ってた人いっぱいいるの、うん、なんだけども、まあ、私も含めてね、いるんだけど、うんうん、実は、うん、1>, 1ミリも動かなかったんです、そこは、ね、法律は。にもかかわらず、ね、緊急事態宣言あって、ピューって下がった途端ですね、総務省で文科会が設置され、うん、なんとこれ、月1で。 しかも、ズームで、最先端、やってて、で、しかもね、あの、さっき西村康俊大臣が言ってた通り、この秋ぐらいに中間報告まとめたいって、同じこと言ってるの。ほってことは、もう、だから、この次選挙、解散総選挙あるでしょでその時までに、うん。誹謗中傷したやつはですね、ボコボコに、うん。しやすいと。要するに、まあ、脅しですよ。うん。これを、あの、ばれるよと。 誹謗中傷しててもお前らすぐばれるよということをですね、うんあの、もう進めてるんですよ。臭すぎる。うんうん、という動きがね、あの実はあって、うんあの、これは本当にあの恐ろしいなと。だからこれね、うん、そのための,あの雰囲気作りですよ。うん、ひどい話だよ、本当に。うん、いやちなみにですね、 高市早苗さんとかね、えー、と西村さんとか、うんえー、あとあのもう一回、萩生田さんほどの大物ではございませんが、うん、あの自民党のハマン,ン・カンじゃなかった、うん、えっと自民党のです、ね、<laughs> 三原淳子さん、うん、これもですね、なんと、うん、結構あの、恐ろしいなって思うんですけども、うん、その総務省の分科会ってるのはです、ね、率先して仕切ってるのは、うん、三原淳子さんと高市早苗さんなんですよ。 えー、これ、ちょっと人生もうちょっとなったかならかったか、<laughs> 本当に <laughs>、この2人がね、誹謗中傷に関してあの進めてるんですけども、表現の自由はね、あのうん、政治はね、政治家が批判されるのは当たり前、うん、でもね、批判と誹謗中傷は違いますよねっていう持論を展開しています。<う>これ、非常に恐ろしいことですよ。うん <laughs> で、批判と誹謗中傷って確かにね、これ、もっともらしく聞くと、そうだそうだっていうふうにね、うん、当然こうでしょうと。うんね、確かにある人をバカだ、クソだっていうふうに言うことと、いや、この人はこの部分がダメでこうですよねっていうふうにね、こう言う。これ確かにね、違いますよ。だけども、実は皆さんご存知じゃないかもしれませんけども、民事においてですね、誹謗中傷かただの批判なのか決めるのは、本人なんです。 本人が誹謗中傷だって感じたら開示請求ができるようになったとしましょう。じゃあそうするとですね、何でもかんでも誹謗中傷だって言えちゃったら、バンバン暴かれちゃうんだよ。うん。で、その結果、裁判で個人が特定されたけども、これは誹謗中傷ではありませんと言って、うん。裁判で損害賠償請求されないかもしれない。でもバレちゃうわけ。お前だね。その時点でね。うん。お前だねってバレちゃうわけ。うん、そう。 これの動きに私は、あの、多分連動してるんだと思う。うん。うん。非常に気持ち悪い。うん。で、解散総選挙あるでしょで、オリンピック壊滅的でしょ、うん、そうするとネットでギャ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 言うわけですよね。うん、私とかコンさんみたいにさ、もう身もばれてる、顔もわかってる人たち。<laughs> じゃなくて、やっぱり自民党が怖いのは、うん、匿名大多数の人たちのうねりが怖い。だから、そうだろうね。臭みを打ち込んでおこうと。うん、うん。それをね、 うん、多分、萩生田さんとか西村さんは、まるで弱者の味方のような面をしておいて、うん、差別ダメですよね、とかって言って空気感を作ってるんだとしたら、うん、まあ、許せないけど、こいつらうめえなと思い、と思いますね。まあね。うん、まあ、でも多分そこまで考えてないと思うけどね。あ,あ、そこまで考えてない <laughs>、うん。多分、そんな頭はないと思う。<laughs> うん、まあ、でも多分ね、官僚とかに渡されたペーパー、官僚たちが考えてるやつを、 あの動かされてる<う>まあ操り人形なんでしょうね、そうそうこれを読めばいいのねみたいな話だから、いやー本当ねー、まあ、だからでも裏返すとさ、相当、安倍政権とか官僚たちは、あのこのネットの声っていうのを、それなりにビビってるってことですよね。うんうん うんまあまあ、要するに世論誘導されて自分たちの政権が破壊くされるのが怖いっていうのが本音だと思うけどなぜかというと彼らはじいさんばあさんだからだよね高齢者だからねネット世論というのは今後10年、20年ってどんどんさ力を増していくわけよ、うんうん、だから自分たちはじいさんばあさんだからそういうところの世論形成ってできないわけじゃん、うん、より若いやつが目覚めちゃったら、うんね、与党選挙なんて吹っ飛ぶ可能性あるよと。うん ただでさえ内部分裂自民党はしかねないわけで石破さんから何からさ。そう考えると、余計な、そなんていうかな、いわば、なんていうの、反対分子というかさ、そんな人間はちょっと潰しておこうか、あるいはそうならないようにしておこうか、つまり反乱とか批判がないようなねあのネット空間にしておこうかっていうことだと思うんだよね、要するに人々を目覚めさせたくないわけよ、簡単に言っちゃうと。 いやまあまあ、まあ、まあ、なんていうんだろうあの、アホな人たちやなんてしか思わないけどで、ね <laughs> ね、それをさ、特に今回の萩生田文部科学大臣とかはさ、やるべきことはさ、そのコンさんが最初に言われたようにね、優等性的にさ差別やめましょうだけじゃなくって、もなんていうかこう、もっと具体的なさ、今被害を受けてる子どもたちを守ることだと思うんですよね。うんうん だからそれがねそもそもの発想にないんだよ大臣レベルであっても子供を守るって発想はないよねだって子供に対しても大人に対しても同じようにさ差別いけませんって言ってるさだから本当クラスの中の優等生みたいなもんだよねいやいいけないの分かってるよと分かってるけど言いたい人たちがいるってことは言いたい人たちの不満とか不安とかを解消してあげない限りはさ ね、他人に対するあの無差別テロのようなさ、うん、匿名の誹謗中傷って消えないよね、うん、で僕なんか思うよ、冷静に、ねうん、つまりどんな悪をやろうとしててもその人が悪に染まってしまう理由を止めなきゃいけないわけじゃん、うん、しかもそれが学校現場で行われていることであればその責任者は文科省の萩生田さ、うんあんただよと、うん、あんたが学校を例えばなんていうのあいつぶち殺してとかさもう私なんか死んじゃうとかさ、うん、そういう,こう物騒な ことを言っても先生が受け止めてくれる保健室の先生が受け止めてくれる、うん、っていうふうに非常に不満や不安をストレスまで高めないで、うんね、不安解消ができるっていう仕組みが学校にあればさ、うん、わざわざ自分たちの同じ学校の子が部活動でクラスター感染しても、うん、かわいそうだなと思うことはあってもあいつらさっていうふうに、うん は思わないしそのもちろん保護者だって不安には思うけど、うん、あら、かわいそうねとうちの息子と同じ学年のあの子がか感染しちゃってって思うなのにその地域社会自体があそこの学校の子が何クラスター感染お前、それ学校ごと燃やしちまえみたいにさ、うん、言ってるとしたらもうそれはあかんわけやん。うん、やっぱり学校周辺に対する あのコロナと関係ないよね、ある種の防衛戦略だよ、常日頃からその子どもに対する安全安心を守れる環境作りをするのが、文科省の大臣があんたの仕事だよと、うん、あんた、自分の仕事を怠けていたから、クラスター感染したときに誹謗中傷が簡単に起きてるんだよって風に、自分事として捉える大臣でないと困りますってことなのよ。うん、いや本当そう ね、自分の庭で起きてるんだよと、うん、あんたの管轄の中で起きてるんだよと、うん、その意味が分かってるって感じなわけさいや。なんかこれ、すごいいびつだなって感じるのが、うん、例えばね、あのうん、コロナですごい誹謗中傷起きても、今、まさに傷ついてる子どもたちがいるわけじゃないですか、うん、でその人たちのところに偉い人が行って、ね、ああ差別っていけないよね、<laughs> <laughs> <laughs> 誹謗中傷っていけないよねって。 ってるだけねその、うん、だって子供たちを見てないもん、本当だよ、うんで、その子供たちに差別っていけないよね、しんどいよねっていうコメントねえもん、うん、でさらに、これは俺のせいなんだよ、ごめんなもねえもん、そう、いや、こんなに空っぽな発言って、なんでできるのって思うわだから、みんなのために政治家やってる人じゃないからだよね、うん、そもそものみんなじゃなくて、自分が大臣っていうポストであったりとか、うん ね、その長く続いた、難期続いた大義先生であるっていうアイデンティティが大事なのであって、うん、国民のためにね、自分があのもう身を粉にして働きますみたいなことを、うん、口では言っても、実際はやらない人ってことだよ。うんうん、いや、もうだから、こんな不人で、ね、安倍内閣やってきたんだから、それはさ、あっちこっちに歪みが出るわなって思うわ。うん やっぱり歴代最長政権おめでとうございますとかっていうふうに山口県庁に抱えられたらしいんですけど、うん、<laughs> あの、歴代最低支持率まで落ちそうじゃんだって。うん,うん。いや、本当だよ。うんこれだからね、ちょっと真剣に、う,うん、これはほんま。 あの私は少なくともですね学校の先生にいじめにあ,いあったんですけども、うん、いや、もう文,文部科学省のおかげで助かった、うん、ったありがとう大臣って、こう子供の頃思ったこと、本当だよ。うん、うん まあ、そうもう、僕もね、一年生、二年生の時にね、うん、毎日ね、黒板の,あの粉が出るのをクリーナーで吸い取るのあるやん。うん、ある難しい、ね。毎時間授業が終わると、常に俺の役目だったの。二、うん、年間だよ。えー、同じ、同じクラスで。で、咳き込むようになっちゃってさ。うん うん、胸を病んでしまうんじゃないかってぐらい、あのうん、毎日これやってたわけですよ、普通、抗体、抗体でやれば一人の分担は、ねうん、小さくなるのに、2年間ずっとそれやらされてたもん、恐ろしいな、そのうちだからタバコ吸っても別に肺がきれ汚くなることもなくなったけどね,ね <laughs> なんだそれって、<laughs> いや、でもね、もうすごく嫌だった、それが、うんうん、目つけられてたもん、ん先生に。うん 先生のいじめで、すかそれは先生のいじめでもう引っ張ったかれて、ね、あの顔にした、こうって指の形が残ってたんで、うん、うちの母親がさすがにそれに気がついて、うんいうの、担任の助教師に電話したってことあったけどね、うん、だから3年生になったり、うん、クラス替えになったときなんかね、うん、あ新しい先生が入ってきたっていうことで、俺、嬉し泣きで、うーんっっ、ね、マジかー、うんそう。それぐらいすごかった、あの先生にいじめられてた、うん、目つけられて。 まあだから,だから、ね、昔はね、今よりもっと横暴な先生いっぱいいたよ、うん、という感じで。だって、授業、授業っていうか、勉強を受ける権利とか、あの教育を受ける権利もクソもないんだよ、うんあのね。君は外に行って、授業中の間ずっと水の張ったバケツ両手で持ってなさいって言って、俺別に騒いだわけでも何でもないよ。ただ、窓の向こうを向いてただけよっていうさ、うん、<laughs> それでずっとこう、ない、ね。 今だとありえないでしょう、人権無視じゃん、それ、教育を受ける権利を放棄させてるじゃんよくある誤解なんですけど、義務教育の誤解も改めて説明しておくと、義務教育って誰の義務っていうところが重要ですね、うん、あれ、子どもの義務だって勘違いしてる人、めっちゃ多いんですけども、も、うんうん、違うよ、あれは大人たちが、ねうん、子どもに教育をちゃんと受けさせるような環境を作りなさいっていう義務なんだよ。 そうだよ子どもが勉強しなさいってい義務じゃないからね、うん、あと学校に行きなさいとは書いてないよって、憲法にも、うん、教育を受ける権利が子どもにあるって、うん、誰しもあるっていうことなんで、だから子どもでも別に学校行かなくてもいいのよ、ほか、うん、で勉強ができれば、うんうん、勉強する機会を与えないっていうことが親のせ、親の責任放棄ってことになるわけだよね。子も何にも悪くない、うん いやまあちょっと脱線しましたがね、うん、でもね、文部大臣がね、やっぱその程度のことすら,知らないと思うんだよ、俺、きっと、うん、もうそれは終わってるよ、もう,うむちゃむちゃ終わってる人だと思うのよ、萩生田さんって、だから僕ね、だもう安倍内閣の大臣が何か口を開くたんびにね、うん、なんか何、自分もばか自慢をしたいんだろうなって思うわけ、だって優等生ってさ、自分がバカであることに気がつかない人たちだから、言ってみればうん、うん、だから真顔で言えるんだよ。 喋っちゃいけませんとかさ、うんね、放課後はちゃんとみんなで分担して掃除をしますとか、うん、なんで子どもたちしか掃除してへんのなんで先生、一緒に掃除しないのとかさ、うんね、教室はみんなのものですって言いながら、俺たちのものかもしれないのに、先生がさ、なんか命令してるって、これおかしいなって俺なんか子供の頃から思ってるよ私はもう掃除、中学校以降行くの嫌だったし、先生からいじめられたから学校行くのやめましたけど。うん むちゃくちゃゃくだよねいやなんでね、うん、この今回で、実際でおきたいのは、やっぱり、ね、KON さんもね、あの参加であり、記者でもあって、ずっと現場を取材されてる方なんだけども、うん、こういうニュースって一見するとさ、うん、なんか毒にも薬にもなんないやつだから、差別いけませんって大臣が言ってるところ、いいじゃんって思うけども、うん、実はそこにはものすごい暴力とマスコミの怠慢が含まれてるんだよっていうこと、を気づかないでしょ。うんうん そうね<で>恐ろしいよね、<ー>それはね。うん、これは本当に怖いことですよで、こんなもんだろっていうふうに思っちゃったら、うん、いやこれ多分、分あの海外とかだったら、もっと追求されるよ、うんまあ、海外が全部いいわけじゃないけども、うん、あの少なくともだだ流しの記者会見、コピペ記事っていうことは、ですねデスクっつうか、まあ、上司に怒られますよ、お前、何言ってんだっつって。うん だから、多分日本の社員記者ってさ、ジャーナリズムでもなんでもないんだなって感じがしてくるわけよ、やっぱりね、本当に会社の組織の一員としてね、ジャーナリズムっていうのはもうできないんじゃないかと思うぐらいただの記者会見なんだから、そのまま容姿を伝えればいいじゃないかって思う人もいるかもしれないけれども、僕ら、主権者であって、お金出してる側だからねと。 その意識があるならば、通り一遍でせせ政治家っていうか、与党の文脈のいいところだけを、ね、宣伝のようにそのまま載のせるっていうのは、それはジャーナリズムではないよって話なきそれに慣れちゃうと怖いでしょ、逆に。いや、怖いよ。で、政府、こう言ってたじゃんって言って、自粛警察やってる人たちみたいになっちゃうよ。うん、いや、政府はそう言ってたけど、も、まあ、政府はじゃあいつも100%さ、うん、国民の方を向いてるのかって考えろよって話なきゃだからさ。うんうん いやねえ。ちなみにですね、最近海外のね、ニュースをね、読むようにしたんですよ。それで、ワシントンポストっていうのがね、海外だとかなり高級紙。いわゆるその専門的で、しっかり書いているっていうものなんですよね。で、このワシントンポストってね、なんかあの、四五十万部ぐらい。 うん、しかあの、うん、ないらしいんですよね、えー、ね発行部数が。でも、利益率調べてみたら、うん、すごかったよ、うん、本当に。もう、いや、朝日新聞で500万部ぐらい発行してるじゃないですか、ね、まあ今はもうちょっと減ってるけども、それのあ、朝日新聞の売り上げ、えー、ちょっとまだかちゃんと調べられての半分以上はあるんですよ。うん すごくないですか、発行部数10分の1で売り上げ半分って、しかも人数も少ないけど、質の高い記事書いてるのね、いやだからもう本当、うん、これ、最近読むようになって、うん、いや本当に怠慢なんだなって、うん、痛感する、うん、でそれにさらされてる我々って、困るよね、でしかもそれの記事の方が安いんですよ。 朝日新聞で質の悪い記事の方が高いわけ。で、朝日新聞で質のいい記事は安いの。海外だと。これってなんか本当に、恐ろしい。恐ろしいね。これどうやったら変わるのかっていうとなかなかまあすぐには変わらない。買収されたら変わるんて言ったね。でもその通り、その通りで。実はワシントンポストですね。ジェフ・ベソスが買収してから伸びてるんですよ。ね。 だから、ジェフベースってアマゾンの創業者なんですけども、うん,ん、だから、あのー、まあね、日本、海外っていうのはこういう大きいね、資本家が生まれた時にどこかが買収して、できちんとそれを守るっていう、まあなんか寄付の精神とかもあって、うん、まあ別に欧米が全部いいわけではないんだけども、あのー、まあやっぱ、あの、なんか、みんな誰かがなんとかしていくっていう精神を、コンさんはね、あのうん、よく批判されてるじゃないですか。 やっぱり、あの、自分たちできちんとやっていこうという意味でも、だからこれ多分マスコミとか、あの、大臣に対してさ、なんかおかしいよね、おかしいよねって言うだけじゃなくて、なんか大臣がなんかしてくれるまで待っとこうじゃなくて、やっぱ民間が一人一人動いて活動するっていうこともすごく大事なんじゃないかなというふうに思います。はい。まあそんなわけで、あの、今日はね、 あの、自民党とか政府の思惑と、まあ、最近の大臣の差別をやめようの発言、こうやって繋がってるのではないかと、私は読んだんですけど、ン、うん、さんの意見では、まあ、そんなことも考えてねえんじくらい、あの、アホなんちゃうっていう話でしたけど、まあ、多分官僚が考えてるんだろうな、というふうに思います。<laughs> ねうん、なので、今日匿名でコメントをつけてる皆さん、あなたたちが、安倍うんたらかんたらとかね、自民党クソだとかって言ったらですね、うんうん、バレるちゃう日が来るよ、簡単に。怖い まあ、あの、もともとね、あの、顔出しでやってる私からすると関係ないんですけどね。うん、<laughs> まあ、ちなみに、あの、コンさんねのね、うん、あの、この本がね、今日、ちょいちょい CM 入れましたけども、売れています。うん、おかげさんです。いや、素晴らしいね。本当に。うん やっぱこの番組っていうのは、あの、うん、誰かに頼るのではなくて自分で発信して、視聴者の皆さんが広告を見て、それがちゃんと出演者の方に還元されるという形をとっていて、えー、本当にもう皆さん見ていただいてありがとうございます。うん、ありがとうございます。で、あとね、うん、コンさんの活動に共,共感してくださる方は寄付をお願いしますというふうに言って、一人ね、6万とか10万とか寄付していただけた方もいます。<laughs> なので、やはりここはですね、あの、うん、私ですね、えー、ちょっとコンさん、 ね。一口千円でもいいです。ぜひね、乾杯お願いします。そこに書いてるんですけども。ま、コンさんはそのつつましい担当。で、私は煽っていく担当でいきたいと思うんで、10万出たと。次、超えるの誰かなと。できればね、10万1円とかじゃなくて、うん。桁を変えてほしいね。百万百100万あるいは、同じ10万でも、ユーロとか、ドルとか。 ギャグでルピーとかで入れないでくださいね、こそとかね、ペソか、みたいな、面白いけど、手数料は高くなるんじゃないかって思うから、そんなわけでね、の o n さんの活動、これからも応援していきたいし、まあ今日私がね、k o さんとこれ、撮りたいなというふうに思ったのも、やっぱり文部科学大臣、子どもを教育する担当するボスですよ。 本当に何の仕事もしてくれてないんで。<laughs> 本当だ <laughs> あのちなみにあの豆知識でコンさんと別の動画で撮ったやつの一部を紹介しておくとですね、うん、子供の虐待相談件数、これは30年間で100倍。うん、うん、160倍ね。160倍。もう偉い数字です。うん、で、次に、教師の、あの、児童に対するわいせつ、うん、右肩上がり。うん、そうです。ね。もうそういうのが文部科学省ですよ。 うん、本当に。何とかしないとダメですよね。まあ、こういうのはね、うん、なかなかマスコミでは報道されないので、今日はコンさんに登場してもらってニュースを解説させていただきました。これからもこの番組とずっと、はい、あの、やっていきたいというふうに思いますので、ぜひチャンネル登録といいねよろしくお願いいたします。コンさんどうもありがとうございました。した皆さんも見ていただきましてありがとうございます。はい、それでは今日も読者。はい